皆さんこんにちは、こんばんは。さて今回はですね、こちらの焼酎鬼神城を飲んでいこうと思います。こちらはですね、黒麹になりますね。以前にですね、春薩摩溶き上がりの鬼神城を飲みまして、それがとても美味しかったんですよね。なのでこちらのレギュラー版も気になっていました。ではどんな感じなんでしょうか、レビュー行ってみたいと思います。まず海鮮時なんですが、芋焼酎らしくはあるんですが、爽やかさと旨味混じりの香りです。ロックにしても香りは同様で、とてもいい香りですね。口に含むと滑らかな飲み口、強い甘みに強めの旨味、ほどほどの苦味、苦味はしっかりと後まで引くんですが、それ以外の風味のキレがいいかと思います。飲み口は力強い印象なんですが、案外爽やかに引けます。1対2の水割りにすると、とろみのある飲み口に甘みと旨味と苦味が入れ混じったような美味しさで、とても美味しいと思いますね。1対1のソーダ割りにすると、旨味苦味をしっかりと感じられるような味になりました。焼酎3お湯7のお湯割りにすると、どこかみずみずしく優しいと思います。少々の辛みが引き締め役となっております。焼酎4お湯6のお湯割りにすると、ほどほどの甘みにゆったりとした旨味、しっかりめのコク、苦味が引き締め役となっています。程よく密度の薄さがありまして、ほっとするレギュラーらしい風味ですね。これはバランスのいい美味しさだと思います。全体的な印象なんですが、これはまず期待通りの美味しさでした。レギュラーらしいある程度の密度の薄さで、飲み焼きしにくいですね。美味しさに関しては、溶き上がりの方が優しくて、さらにさらりとした印象です。しかしこちらの今レビューした鬼神城からは、それほど感じなかった芋そのものの風味がありまして、やはり限定だけあるなと感じました。しかしこちらのレギュラーの鬼神城も美味しいので、これがですね、150日間寝かせて溶き上がりして消化したということを実感するためにも、元のですね、この鬼神城知っておいた方が、溶き上がりの方もより美味しくなるってもんだと思うんですよね。両方とも知っておいた方が面白いんかなと思いました。こちらはですね、鉄管などで有名な小形酒造さんの商品なんですけど、鉄管ってそこら中に結構売っていると思いますが、なかなかですね、この鬼神城というのは売っていないですね。僕の周りでは買えるところが一つもありません。で、今回は通販で買ったものになりますね。入手についてはちょっと辛いものがあります。でも、もし売ってたらですね、なかなか美味しいと思いますので、買ってみてくださいね。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。